さあやっていきましょう。第2話、敵の名はクロノスカイでございます。どうもアザラシです。桜対戦実況第2話ですね。第2話その1やっていきますんですけどね、ちょっと時間がない朝バタバタしてる時に、とりあえず土曜日に何もあげねえのもよくねえのかなと思って、急ぎ取り急ぎ取っております。忙しいわ忙しいわ忙しいべ。黒きサタン、我がクロノス四天王、天界様の命によりここに見参。かっこいいもの、敵はこうじゃないと敵はこうじゃないと。途中ちょっと音量を上げました。ここに揃いました。ご用でございます。この幅 OK だね。たわけたわけ黒きサタンだけ、黒きサタンだけ、黒きサタンだけ折檻しとけ。申し訳ありません。申し訳ありません。だがあいつらは結構やります。偉そうにタコ殴り、タコ殴りにやってたのに偉そうにサタン。無敵。固い結界を破る宝術を我編み出したり、これ六波星コウマ人だ。六波星コウマ人宝術を完成させ帝都を完全に破壊いたす。その第一の標的は芝公園。なんかもっとシンボル的なものから壊した方がいいんじゃないですか。シンボル的なものから。帝都のシンボルは芝公園なのか。おお、いきなり大ボス自ら見たいであろう。サタン、はいはい、サタンさんが何か考えがありそう。死に損ないの老いぼれね。大ボスかと思いきやこいつがメインみたいな感じだな、サタンさん。さあ始めていきましょう。もうね、このまったりした空気が良いですね。ふう、もうじき開演か。切符の準備もよしと。しかし俺もすっかりもぎりに鳴らされてしまったな。鳴らされてしまう、鳴らささる。いやアイス、どうしたんだい。コーラを迎えに来た。コーラ、誰だいその人。これは当然の質問。誰だいその人。なんかあの某 J で見かけたけど、めちゃめちゃコーラをぶったたいてる人がいる。なんか関西弁、まあいいや。関西弁貧乳、いや猛虎弁って言ったら猛虎弁貧乳メガネドブスみたいな言ってた気がする。そんなに叩かなくていいじゃんっていう、あの定型の煽り文句みたいな。コーラは真っ黒げ焦げになったぞ。猛虎弁中国人かな。あ、もうこんな時間、歌いがあるからアイス行くね。じゃあねお兄ちゃん、バイバイということでね。コーラもね、味方によったらまあまあいいんじゃないかって気がするよ。味方によったら、あの生物多様性の観点から言ったんだそれ。アニメですね。アニメだけど本人動かす、むしろ無罰。あの大帝国劇場ってここでおますよな。これが猛虎弁ですね。蒸気バイクと大丈夫ですか。ボロバイクっていう言い方はないでしょう。うちの名前リッコーランと言います。
霊撃花屋敷支部から花屋敷支部から銀座本部に転属になりました。今度こちらにご厄介になります。よろしゅう。よろしゅう。あんたは？でもこれこう見るとやっぱ猛虎弁とは違うよな。関西弁だよな。帝国海軍少尉大神一郎です。帝国歌劇団のまあ隊長見習いというところです。ほな、うちらの上官やね。上官。ただいま花屋敷支部より銀座本部に転属してまいりました立候欄です。米田中将閣下へお取り次ぎください。いきなりでは案内しましょう。仕事はほっぽり出していく。これも親切やね、大神少尉は。これも仕事。君のバイクは大丈夫や。こんなこともあろうかと修理工具はいつでも持ってるさかい。こんなこともあろうかとっていうのはあの、ちょちょいのちょいで自分の中の3大言ってみたいセリフ第3位ぐらいつけてるな。こんなこともあろうかとって言ってなんかあの道具を出した謎。とりあえず売店に寄る。椿ちゃんに会いに。あ、うちのブロマイドや。なんでもうあるんだよ。なんか恥ずかしいな。胸を見ていく。コーラのどれや。これか。マリアじゃねえか。こっちか。アイリス、あれ違う。この位置で分かるというのは無理がないか。スミレ。じゃこっちか。あれカンナ誰やその人。せっかくいるんだからコーラのプロバイド買うよ。お、かっこいい。ゲット。いや、せっかくだから記念に買っておこうと思ってる。イケメン。でも実は実は椿ちゃんに会いに来ただけ。ただ行こう。あ、しまった。話してない。話してない。胸だけ見ただけだ。変態か。あんたも後部のパイロットやろ。せやで。男のくせに乗れるやなんて、あんた相当優秀やで、ほんま。ところで少尉はん、もうクロノス界の連中とは戦うたんやろ。戦うたで。どんな感じやった。クソザコナメクジだった。クソザコナメクジだったよ。へえ、そら頼もしいこっちゃ。これからもその調子で頼みますね。あ、これ文章をねこうスキップするとあの口が動かないんだね。スキップしない方向でいこう。けど油断は禁物やで。お前で。これから先何が起こるかわからんさかい。ところでなんで関西弁で聞いてたらこっちも関西弁になるんだろうな。徳川の残党で政府転覆が目的らしいで。徳川の残党で政府転覆。ご苦労なこっちゃ。めっちゃ説明台詞を受けてしまった。とりあえず事務局にも行ってみるか。事務局でコーラーさん来ましたよっていうのを告げておいたら良いような気がする。あれ今食堂の台詞って台詞あったんだな。食堂の話がこういうセリフがあったんだね。知り合いなのかい。同期。この歌劇団とか花屋敷支部とかそういうふうなあの何かに擬態しておかなくちゃいけないのか。送っていこう。ほい、社員室に着いたよ。ん、この声は、お、さくらくんがパジャマみたいな、違うな、ネグリジェみたいな服を着ている。やっぱりあるんかな。ないわ。スケベ目線がない。町娘がこんな格好しとるか。結構大胆だね。へえ。もっと過激なものを。あれ、それだけ。
こうなんでって。さくらはんか、なかなか感じのいい人やね。普通かな、なんかは、普通かな。大神はんって呼んでええですか。鬼、アイリスかよ。いいとも、大神はんでええよ。俺もアザラシはんでええよ。アザラシはんおかしいな。おかしい、なんで大神はんはきっちり来るのに、アザラシはんはうまいこと入らないんだろうな、感じとして。4文字だろうね、大神はんだろうね。じゃあ行きまーす。テクテクテク。これテクテクしたらもう一個。ダメか。ボケをかまして。どうぞ。入ります。大神、入ります。大神将棋、入ります。うおー。はい。はい、ただいま入りました。コーランか。よく来たな。花屋敷新聞は、機械がいじれればどこでもいい。でも花屋敷支部の方が機械いじれる機械多そうだよね。機械いじれる機械多そうだよね。機械いじれる機械が多いだけマシーンみたいな。まあよろしく頼むな。まあ、花屋敷支部の方はつまりその遊園地の機材とかね、扱うから。その点ってこともあったかなと思ったけど。でもまあこっちの定域の方は、あれね、後部の整備があるもんね、後部の。マシンの整備があるもんね。部屋に案内。モギリの仕事は誰に任せてるんですかね。アイリスにあるんじゃないか。違った、マリアだった。あら、コーラン、話しか思ってたのね。ああ、マリアはんや、相変わらず男もんの衣装バッチリ決まってきますな。今大神はんに部屋案内してもらってる途中やったんや。そうですか、商品ご苦労様です。あれ、胸を見るコマンドがない。これもない。髪、口、セリフ、とりあえず服だけ見とく。まずは。よう似合っとるな、マリアハン。これ何役のせい衣装ない。オンドレー、オンドレー何やってんじゃ。プラチナブロンド、プラチナブロンド言うの好きだな。20分ぐらい来たらそこをバシャッとこう。隊長として当然だよ。男としてはちょっとここはふさわしくない。むしろ男としてって言ったら、あのあれやで、あれやでじゃないの。なんでやでが映ってんだよ。くそ、あの下がってる気がする。マリアぐらいになってくる。もうそんな時間かいな。初日から、初日今日来たばっかりなのに舞台に。うちかてもともと花組の人間や。ぶつけ本番には慣れとる。それに今度の舞台はセリフもない跳躍や。軽い軽い。ほな大神さん送ってもらって大きい。今後もよろしいよな。はいはい。こうなんか、何しても花組にまた新しい力が加わったということだ。勝利。能天気で良い。やあ、すみれくん。そうですよ、コーランですよ。やはりそうでしたか。コーランもとうとう帝劇に戻ってきたのですね。そういえば勝利はコーランと初顔合わせでしたね。和でどう思われました。面白い子だね。可愛いとまでは言わない。変わったことも言わない。なんていうか、なかなか面白い子だね。あの妙な関西弁にはちょっと並行いたしますけど、中国生まれなのにどこで関西弁を覚えたのかしら。ケントデリカットが、あのケントデリカットが山形弁みたいなもんじゃないの。外から来た外国の人もね、その地域にとりあえず溶け込んだらその地方の言葉を覚えるんじゃないかなって気がするけどね。だって実際そうでしょ。生まれたての子供だって高知で生まれたら土佐弁を喋るし、北海道で生まれれば北海道弁を喋るでしょ。子供っていう、実はそうか、ロシアのなんか、あの北へってゲームでロシアの人がさ、あの北海道のキャラなんだけどさ、北海道にいるんだけどさ、ロシアの人キャラがさ、その人もやっぱり北海道弁喋るべきだよな。シササルとか言うべきだな。ガラスの造形で、あのうまいことこういかな刺さったみたいな。あれだ、こう北海道弁よくわかんねえ。なまらなんたら言わないか。え、全然話聞いてなかった、すまん。
早番、シャイニーが伝票整理を。伝票整理、そんな。それじゃあ、オガミさん、よろしくお願いしますね。ちょっとは隊長らしいし、隊長らしい仕事をさせてくれ。伝票整理までやされるとは、俺は本当に帝国会議団の隊長なのか。最近自信がなくなってきたな。先週っていうか、前回戦ってたじゃないか。おっ、短っ。じゃあ、ここまでということでね、いい、生きのいい。現時点では、全員普通の気分ですね。どういうシーンなんだこれ。どういうシーンなんだろうな。袖かこれ。袖にいて、この人たちがこれ引いちゃったから、この辺の、こっちの奥の、もっと手前の方、見えないあたりで、舞台で何かが起こっている。すみれさん、かわいいね。さあ、ここまでです。まあまあ、ちょっと急ぎだ、取り急ぎだから、取り急ぎになっております。取り急ぎだったので、こんな感じになっちゃいました。まあ、でもそうだよな、別に。ここまでだ。急いでっても急いでなくてもここまで。ここまでで、ベシッベシッ。第2話、敵の名は、クロノス界の名は、あれ。敵の名はクロノス界だな。君の名は。の、第、パート1はここまでにします。多分、パート1、2、3、4ぐらいで、第2話が終わるんじゃないかなと思います。それを、4日連続ぐらいで上げていって、また休憩を置いて、また4日連続でみたいな感じの、そんな風なスケジュールというか、そんな風な当番感覚でやっていきますので、まあよろしくお願いします。ほなまた。